大杉谷の景観、巨岩が埋め尽くす。奥に2004年の大雨で発生した、崩壊地が見える。大杉谷の景観銅を滝7津川滝。日本の滝百選大杉谷は、三重県滝群、大台町の宮川上流、吉野熊の国立公園内にある渓谷。日本国の天然記念物に指定されている。近畿の秘境とも呼ばれ、黒部峡谷、清津渓谷と共に、 日本三大渓谷、日本の秘境百選の一つに挙げられている。日本の滝百選である七津釜滝を筆頭に、手付数の原生林と数多くの滝、渓谷の巨岩で著名である。2016年3月には、ユネスコの生物圏保護区、大台ヶ原、大峰山が拡張され、大杉谷も、その一部となった。同時にユネスコエコパークの登録名称も、大台ヶ原、 大峰山、大杉国に変更された。大杉谷へは宮川第三発電所と大台ヶ原を結ぶ登山道を歩くしかない。途中、大台ヶ原山麓に一本だけ交差する林道があるが、宮川沿いには登山道があるのみである。登山道はアップダウンが激しく急峻な段階にある。登山道は1500メートル程度の高低差があるため、 大台が原から下る工程を選ぶ人が多くいる。登山道の管理は、日本国及び三重県から委託を受けた、公益社団法人大、杉谷登山センターが手掛けている。2019年現在、入山料の徴収は行っていないが、協力金として、年額1000円の寄付を求めている。二千十八年の入山者数は、約七千人。登山道中に野宿に適した場所は、 非常に少なく、大杉谷のほぼ中央に位置する桃の小山の家宿泊以外の工程は不可能に近い。また、よほど足の速いものでない限り、大台ヶ原でも一泊する必要がある。2004年の水害で、宮川沿いの登山道は6年間通行不能であったが、2010年10月から同窓、道荘大滝、七津釜滝間以外は通行可能になり、 2012年8月11日から普通区間手前の阿波や小屋小や桃の小山の家間について大台林道等を迂回する林道コースが開設され大台ヶ原宮川第三発電所間の通行が可能になったその後2014年4月光滝付近の崩壊箇所の登山道が整備され全線開通となった自動車利用はタクシーなど送迎のみ 1979年9月15日、登山サークル一行が老朽化した釣り橋を通行は一人ずつとの警告板を無視して8人で一度に渡ろうとしたところ、ケーブル2本のうち1本が切断し、1人が墜落死亡、1人が重傷を負った事故。当該サークルは一泊二日で皇程を組んでいたため、当該釣り橋で待たされると日没までに、 山の家に到着しなくなることを恐れ、前に渡っている登山客が制止するにもかかわらず通行した。なお、本事故に関するサークルリーダーの刑事責任は不問とされた。遺族は三重県と国に対し6900万円の損害賠償を求める国家賠償訴訟を神戸地裁に起こした。神戸地裁は百八十三年十二月、三重県には 釣り橋の管理に過失があり、国には釣り橋の設置管理費用負担者の責任がある、一方死亡者にも警告版を無視した過失があるとして3割を減額した賠償を命じた判決を下した。本判決に原告、被告とも控訴した。特に被告側は裁判官が被告側の要求する現地検証を拒否し、登山道をハイキングコースであり、 スカートやヒールでの登山客もいる。と認定するなど、大きな事実誤認をしたと主張した。控訴審判決では、被告側の主張を一部入れ、首謀者の過失割合を4割に増やした。被告の上告を受けた、最高裁では、国を費用負担者と認定せず、三重県には上告帰却、国には原審破棄の判決を下した。本県を契機として、 環境庁は登山道の安全に神経を尖らせ、多くの登山道が通行禁止となり、自然保護団体からは自然破壊と評されたほどの登山道整備を行った。本登山道も岩盤に葉っぱをかけるまでの自然に負荷をかける方法で登山道を整備し直し、1983年に再開された。ありがとうございます。